半和線は、大阪府大阪市天王寺区の天王寺駅から、和歌山県和歌山市の和歌山駅までを結ぶ、西日本旅客鉄道の鉄道路線である。他に通称、羽衣線と呼ばれる、大阪府堺市西区の大鳥駅から、大阪府高市市の東羽衣駅までを結ぶ支線を、持つ。大阪市南部のターミナルである天王寺から南へ伸び、大阪府南部の、 各都市を経由して、和歌山市へ至る路線であり、JR 西日本のアーバンネットワークの一角をなす。ラインカラーは、オレンジ色であり、選定理由は、陽光あふれる大地につながるイメージとされる。路線記号は、R である。愛称も正式名称と同じ、半和線である。半和線は、東路線より海側を通っている、南海電気鉄道の南海本線と競合している。 他、天王寺駅三国川丘駅間では、南海高野線と、大阪市内では、大阪メトロの御堂筋線、谷町線や、近鉄南大阪線、半海電気軌道などとも競合している。和歌山駅では、規制本線に接続しており、道線へ直通し、南紀方面へ向かう特急列車も運転されている。 関西国際空港が開港した1994年9月4日以降は、そのアクセス路線としても重要な役割を持つようになっている。天王寺駅和歌山駅間の1日平均の利用者数は107,079人で、同区間では南海本線の102,701人と比べて多い。私鉄の南海、山手線を 戦時買収して国有化した路線であるため、独特の三角屋根を持った特徴的な駅舎が数多く存在したが、近年駅舎の建て替えなどでその多くが姿を消した。また、日本国有鉄道の多くの駅で見られた二面三線の駅構造がなく、二面四線が主要駅の標準仕様となっている。後に、国鉄分割民営化により、 JR 西日本の路線となった。大鳥駅から分岐する東羽衣駅までの支線は羽衣線などと通称されている。この区間にはラインカラー、駅ナンバー、路線記号はいずれも設定されていない。なお、杉本町駅から分岐して八尾駅まで通じていた路線は半和貨物線あるいは半和連絡線と呼ばれていたが、これは半和線ではなく、 関西本線の支線であった。支線も含め、全線が旅客営業規則上の大阪近郊区間及び、電車特定区間に含まれており、区間外よりも割安な近距離運賃が適用される。また IC 乗車カード、伊行下のエリアに含まれている。天王寺駅から長田駅間と大鳥駅東羽衣駅は近畿統括本部が、 長崎駅和歌山駅間は和歌山支社が管轄している。半和線と競合する南海本線の位置関係天王寺駅では、半和電鉄時代から使用している地上の半和線、専用ホームからの発着が基本ではあるが、1989年7月22日に関西本線ホームからも発着が可能となり、特に関西国際空港開港後は、 大阪環状線と直通する列車を中心に、大和寺線ホームから発着する列車が大幅に増えている。地上ホームから出発するとすぐ右方向から近づいてくる。大阪環状線直通列車が通る、連絡線と合流した後、高高かの近鉄南大阪線の下を通り、美少園駅に到着する。その先しばらくすると、 阪神高速14号松原線と交差する。1929年の開業時は天王寺駅からここまでが高架で開通し、下に南海平野線が走っていた。この先は杉本町駅の手前まで2004年に完成した架区間を走る。右手に桃ヶ池公園が見えると南田辺駅、そして右手に長池公園。 元シャープ本社と続くと対比線のある鶴ヶ岡駅に到着する。鶴ヶ岡駅は長井陸上競技場の最寄り駅である。車窓から見える長井公園内にある長井急技場が視界の後方に移動すると長井駅に到着する。地上駅時代にはこの長井駅に対比線があったが、高架後対比線は鶴ヶ岡駅に移されている。かつて長井駅の前後には 阿鼻コ筋、長井公園通りとの踏切があり、渋滞の絶えない箇所であった。阿鼻コ町駅を過ぎると、広角間は終了し徐々に、高度を下げる。地上に降りると、大阪市立大学の最寄り駅で対比線のある杉、本町駅に着く。2008年までは、関西本線、旧宝寺駅から伸びていた、半若貨物線の終点であった。大和川を渡り、 堺市に入る。堺市に入って、最初の駅が、先行駅である。先行駅の南側でも、西桶川と狭間川という二つの川を渡る。次が、快速停車駅の堺市駅である。堺市駅を出ると、高架道の大阪府道12号堺山戸高田線の下を通る。近郊南に踏切を過ぎると徐々に、線路脇の地面が高くなって、 掘削部を進むようになる。そして、中央環状線の下を通ると、南海高野線との接続駅である、三国河岡駅に到着する。三国河岡駅を出るとすぐに、南海高野線と、国道310号の下を過ぎ、徐々に、高度を上げもず駅に着く。もず、古市古墳群として、世界文化遺産に登録された日本最大級の古墳である、大仙古墳は、 進行方向の右側に見える。モズ駅を出ると西側には広々とした大仙公園の風景がしばらく続く。また西側だけでなく、東側にも古墳が見受けられるようになる。仙北1号線の通称がある不動34号、堺鞘山線の交差する場所に、新幹線型の対比構造を持つ二面四線の上の芝駅がある。 上野芝駅を出るとくだら川を越えつくの駅に到着、その先で石津川を越え、そして右手に大鳥大社が見えてくると、堺市西区の中心駅である大鳥駅に着く。大鳥駅は東羽衣駅への支線が分岐しており、大鳥駅の南東に車両基地も併設されていて、半和線における拠点駅の一つである。車両基地の奥にはかつて帝国車両が存在し、 鉄道車両の製造を行っていたが、現在は、ショッピングセンターのアリを大取りに変わっている。高石市に入ると、富木駅があるが、すぐに、泉市に入る。堺仙北道路の下を過ぎると、泉市最初の駅である北篠田駅で、篠田山駅と続き、泉市の中心駅である泉府中駅まで、ほぼ直線が続く。なこの区間には、駅の設置はないが、 泉大津市との市会が入り乱れている部分もあり、立体化が進められない要因の一つになっている。泉府中駅には一部の特急が停車する。泉府中駅を発車すると、地下道化された国道480号を超える。以前の踏切は残されているが立体化により渋滞はなくなった。徐々に駅間距離も長くなり、毎日牛乳泉工場を過ぎて、 岸和田市に入ると、久米田駅、九田松駅と続き、対比線のある東岸和田駅に着く。東岸和田駅は、快速停車駅でありながらかつては、ホーム幅が狭い上にバリアフリー設備がなく、駅前後に、踏切があるなど旧体依然の形であったため、連続立体交差化がなされ、2017年に、高架駅となった。右手の4東、岸和田店の隣には、 市立病院があるが、そこは、関西圏で、シネコンの先駆けとなった、ワーナー・マイカル・シネマズ東・岸和田の跡地である。対比線のある東海塚駅は、国鉄時代に、貨物営業を行っていた時に、補給の連結、切り離しを行っていたために、校内は、やや広いが、ホーム幅は高架構えの東、岸和田同様に狭い。また近くには、 ユニチカ貝塚工場も存在していた。少しして、水間鉄道、水間線、不動貝塚中央線、13号線の通称を持つ、不動大阪泉瀬南線を越えて、泉橋本駅に着く。この駅あたりから徐々に山野が増え出し、右手には、次第に、関西国際空港が見え始める。泉佐野市に入って、 東佐野駅を過ぎ国道170号の下を通ると、快速停車駅で対比線のある熊取町の中心駅である熊取駅に着く。近年はバリアフリー対応の改良工事や駅前広場が完成するなど開発が進んでいる。再び泉佐野市に入って、左手に見える4モールひねのを過ぎると、関西国際空港の玄関口であるひねの駅に着く。 ひねの駅を過ぎると右手に関西空港線が分かれ、左手に水田総合車両所ひねの支所が見える。関西空港自動車道、国道481号の下を通るとひねの支所が途切れて、車窓は田園地帯が目立つようになる。二面四線の長田駅と進むにつれて住宅地が広がり、仙南市に入って新規駅を過ぎると泉砂川駅に着く。 かつては、駅周辺に、遊園地が存在していたが、現在は、住宅地になっている。泉砂川駅を過ぎると徐々に、勾配区間が増える。甲子峠へ向けて、進路を南西に取り続ける、南海本線と異なり、半和線は、阪南市に入るとすぐに、雄スの山峠へ向けて、進路を南に取り、泉鳥取駅構内のカーブを過ぎ住宅地を抜けると、 長い山岳区間に入る。半和自動車道や大阪府道64号が並行して走り、カーブが多くなり、春には多くのカメラマンや桜の花見客が訪れる山中、京駅に着く。駅近くには湾泊王国という遊園地もあり、土休日には家族連れなどで賑わっている。山中京駅を過ぎるとほどなく、左側に山中京温泉が見えた後、 和歌山県に入り、トンネルが多くなる。長いオスの山トンネルを抜けると、半和自動車道と軽縄自動車道とを結ぶ、和歌山ジャンクションの取り付け道路が頭上で交差し、線路は右カーブしながら、徐々に高度を下げる。左手に住宅や畑が点々と目に入り、平野部に向かって下り勾配を一直線に下り始める。カーブを曲がり左手に、 和歌山県道7号が見え始めると、紀伊駅、再び田畑や住宅地が点在し、半和自動車道をくぐると60国駅に到着する。60国駅の先で、木の川を渡り、右にカーブすると、住宅地に入り、国道24号を渡って、すぐに、森土駅の木中の島駅に到着。 紀伊中の島駅のすぐ先にある鉄橋の下にはもともと和歌山線が走っていて、駅の西側には和歌山線の紀伊中の島駅のホームが残っている。そして和歌山市駅方向から伸びてきた紀勢本線を越えて地平に下り始める。紀勢本線と和歌山線が左手に並行して走ると終点和歌山駅に着く。和歌山駅は和歌山市の玄関口であり、 特急列車や一部の快速列車は、既成本線海南、紀田辺方面に直通している。全域簡単線であり、東羽衣駅で線路は途切れている。羽衣線の列車は、大鳥駅西側の5番乗り場から発着する。ホームは島式であり、かつては、反対側は6番乗り場として使用されていたが、現在は、ホームの端に柵が設けられており線路は、 撤去されている。ホームと線路は右にカーブしている。列車が大鳥駅を発車してもしばらく右カーブが続き、進行方向を南から西に変える。ほどなく線路は広角間に入り徐々に高度を上げる。羽衣線のほぼ中間地点にある片側三車線の道路が国道26号である。その国道十六号を越えて精神する。 地面の標高自体下がってくるため、高架のままではあるがこの先東羽衣駅まで、下り坂である。やや右カーブした箇所を通り過ぎると、終点の東羽衣駅に到着する。すぐ西側には、南海本線羽衣駅がある。半和線内運転の列車のほか大阪環状線、関西空港線、紀勢本線や、梅田貨物線を経由して、JR 京都線、 琵琶湖線に直通運転する列車も設定されている。対比設備は、鶴ヶ岡駅、杉本町駅、上野芝駅、大鳥駅、泉府中駅、東岸和田駅、東貝塚駅、熊取駅、ひねの駅、長崎駅、泉砂川駅、木駅にある。2021年3月13日大夜開成時点での運行外況は次の通り。 日中の1時間あたりの運行本数は、特急、黒潮が1本、関空快速、奇襲寺快速が、大阪環状線関西空港駅、和歌山駅間で4本、区間快速が、天王寺駅姫野駅間で4本、普通が、天王寺駅、大鳥駅間で4本である。特急特急、遥か特急は、京都、新大阪方面から、梅田貨物線。 大阪環状線、当線を経て、木の国線に直通する南紀方面への黒潮と空港連絡列車として、関西空港線に直通する遥が運転されている。日中時間帯は、和歌山、白浜、新宮方面の黒潮が1時間に1本運転されている。関西空港方面の遥は、日中には運転がなく、朝に、 おおむね1時間に1から2本、夕夜間に、おおむね1時間に1本が運転されている。新型コロナウイルス感染症流行前の2020年までは、日中にも運行されていた。多客期には、臨時列車も運転されている。黒潮は、途中、全列車が、姫野駅に停車し、遥は、半和線内は、原則無停車である。ただし、朝晩は、 通勤特急としての役割を果たすため、黒潮は朝の下りと夜の上りのみ、泉府中駅と泉砂川駅に、遥かは朝の京都駅と夕夜間の関西空港駅のみ、泉府中駅とひねの駅に停車する。快速225系5000番台の快速列車講義の快速列車のうち、阪和線の天王寺発着かつ、関空快速と並列しない列車。 および、大阪環状線から直通する東岸和大駅、姫野駅の列車は、快速を称する。全列車2 2 3零0 2 5 0 0番台、2 2 5五5 0 0 0 5 1 0 0番台で運転されている。日中時間帯は運転されていない。半和線の天王寺駅発着列車の一部は、木の国線に直通する。 以前は日中にも天王寺駅、木の国線五貿駅、木田鍋駅間を直通する列車が1時間に1本あったが、2000年3月11日のダイヤ改正で、大半が、系統分割されて、和歌山駅発着になり、以後は朝晩に限って設定されている。木の国線区間では、基本4両編成での運用のため、8両編成運転の列車は、ひねの駅、または、 和歌山駅で後ろ4両の切り離しを行う。また、和歌山駅発着の列車の一部は、姫野駅で連結、切り離し作業を行う。2017年3月4日、改正時点のダイヤでは、天王寺駅和歌山駅間を最速60分で運転している。特急以外では、最速種別であるが、停車駅が増加傾向にあることと、途中駅で、 特急列車の通過待ちをする列車が多いため、同区間で60分を切る列車は存在しない。かつて朝6時台、夜22時台には新大阪発の木の国線、直通列車が存在したが、2018年3月17日のダイヤ改正で新大阪駅への乗り入れは消滅。土休日朝運転の岩佐駅以外は、木の国線直通となった大阪環状線内を、 始発とする奇襲時快速に置き換えられた。この列車は、はるかや、黒潮などと同じく、梅田貨物線を走るため、大阪駅を経由しなかった。深夜に運転される列車に関しては、165、軽電車を使用し、1999年10月2日のダイヤ改正で、キータ駅に変更されるまで夜行列車として、新宮駅まで運転されていた。 この列車は2002年3月23日ダイヤ改正で2 2 1系に置き換えられ、2010年3月13日のダイヤ改正で五貿易に変更された。かつては朝、夕方ラッシュ時に天王寺駅発着で和歌山線、木の国線に直通する列車もあった。2008年3月14日までは、ひねの駅で、関空快速と並結する。 和歌山発天王寺駅も設定されていた。紀伊駅は1988年3月13日から1999年5月9日まで、六十国駅は1993年3月18日から1999年5月9日まで、ラッシュ時のみ停車していた。紀伊中野島駅は国鉄時代からラッシュ時のみ停車していたが、 1993年3月18日からは通過となった。また、ひねの駅は1994年9月3日までは原則通過駅で当時のひねの電車区に出入りする列車のみが停車する快速始発駅であった。2008年3月15日のダイヤ改正で和歌山駅発着の快速のほとんどは大阪環状線直通の関空快速。 奇襲時快速となり、天王寺駅和歌山駅、木の国線間の列車は朝、夕らし主事と夜間の運転になった。2011年3月12日のダイヤ改正では、日中の大半の天王寺駅ひねの駅間の列車が、区間快速に置き換えられる一方で、は、無アライナー廃止に伴い夕方以降に、天王寺駅和歌山駅間の列車が設定された。 過去には4度アシャも運用され、103系が1968年10月1日から2012年3月16日まで20、205系1000番台が1988年3月13日から2012年3月16日まで20、205系0番台が2007年3月18日から2010年12月1日まで運用されていた。また3度アシャは、 1 1 3系が1972年3月15日から2011年12月10日まで、奈良電車区所属の 221K が2000年3月11日から2010年12月1日まで、運用されていた。直通快速 225K5100 番台の直通快速講義の快速列車のうち、大阪環状線内で、各駅に停車する列車は発駅に関わらず、 直通快速を称する。2008年3月15日のダイヤ改正で新設され、平日の朝ラッシュ時に大阪環状線外回りを経由して大阪、京橋方面に運転されている。半和線内の停車駅は快速と同じである。全列車 223K0.2500 番台、225K5000.5100 番台で運転されている。関空 奇襲時快速と同様に、関西空港、和歌山発系統を、姫野駅で連結する列車も2本ある。かつては、下り列車も運転されていた。運転開始当初は、大阪環状線から大鳥駅と和歌山駅が、それぞれ1本ずつ運転されていたが、2011年3月12日のダイヤ改正から大鳥駅は、関西空港、和歌山駅に変更され、 2012年3月17日のダイヤ改正で設定がなくなった。関空快速、奇襲時快速225系5100番台の関空、奇襲時快速講議の快速列車のうち大阪環状線内でも快速運転を行う関西空港駅発着列車及び阪和線天王寺駅、関西空港駅間のみを運行する列車は関空快速を 大阪環状線内でも、快速運転を行う和歌山駅発着列車及び、阪和線天王寺駅発着で、関空快速と並結する列車は、奇襲時快速を、それぞれ称する。日中は、大阪環状線天王寺駅大阪駅、関西空港駅、和歌山駅間で1時間に4本運転される。基本的に、大阪環状線ひねの駅間では、 関空快速と奇襲時快速を並結して8両編成で運転されており、関空快速が関西空港、和歌山よりに、奇襲時快速が天王寺、大阪よりに連結されている。天王寺駅ひねの駅間の停車駅は、快速と同じで、奇襲時快速は、ひねの駅和歌山駅間では、朝の列車を除き各駅に停車する。奇襲時快速は、 木の国線木田鍋発や湯浅駅、海南駅発着の列車も設定されている。全列車2 2 3系0 2 5 0 0番台、2 2 5系5 0 0 0 5 1 0 0番台で運転されている。関空快速は、特急、遥かとともに、関西国際空港へのアクセス列車として、天王寺駅関西空港駅間において、 関空開港日の1994年9月4日から運転されている。2008年3月14日までは JR 南場駅発着列車も設定されていた。奇襲時快速は大阪方面から和歌山への観光客や通勤客の増大を図ろうと、これまでの京都、新大阪方面からの特急列車に加えて1999年5月10日の 改正で新設された列車である。2011年3月11日までは、姫野駅和歌山駅間でも、原則、快速運転を行っていた。なお、1995年4月20日から1999年5月9日までは、関空快速よりもさらに停車駅が少ない関空特海、ウイングも運転されていた。 区間快速225系5000番台の区間快速ひねの駅区間快速は、天王寺駅、大鳥駅間の快速停車駅と、大鳥駅和歌山駅間の各駅に停車する列車である。日中は、天王寺駅ひねの駅間で1時間に4本運転されており、東岸和田駅で、関空快速、紀州寺快速と、相互接続を行う。ひねの駅南では、 平日朝ラッシュ時の下り和歌山駅一本のみ設定されている。全列車2 2 3系0 2 5 0 0番台、2 2 5系5 0 0 0 5 1 0 0番台で運転されている。全身は、半和電気鉄道時代からの急行及び準急で、1958年11月7日に、両車を統合の上、帰省本線直通列車種別と識別するために、 直行に解消された。当時の停車駅は、金岡駅、大鳥駅と泉府中駅東和歌山駅間の各駅であった。1968年10月1日のダイヤ改正では、区間快速に再解消されるとともに、従来の直行停車駅を引き継ぐ列車のほか、堺市駅と大鳥駅和歌山駅間の各駅に停車する列車が新たに設定された。 天王寺鉄道管理局内では前車を区間快速 A、後車を区間快速 B と呼んでいた。1972年3月15日に後車に統一された。1986年10月31日までの日中は1時間に2本の運転で大鳥駅で折り返しの普通と熊鳥駅で快速とそれぞれ環急接続していた。 1986年11月1日のダイヤ改正で三国河丘駅にも停車するようになったが日中の列車が快速に格上げされ1992年3月14日のダイヤ改正では夕方以降の列車は快速に置き換えられたこの削減傾向は1999年5月10日に三国河丘駅が快速停車駅になってさらに強まった この間、1986年11月1日から1999年5月9日まで、大鳥駅で折り返す列車も設定されていた。また2008年3月14日までは、泉砂川駅で折り返す列車も存在していた。2003年10月1日に新大阪駅からの新幹線接続のために、 夜のひねの行きが設定され、大鳥駅ひねの駅間の終電が繰り下げられた。また、2003年10月4日から2006年3月12日まで、土曜、休日の朝に一往復のみ、大阪環状線、大鳥駅間の列車が設定されていた。こうして、2011年3月11日までは朝、ラッシュ時と、ひねの行きの最終列車のみの設定となっていたが、 翌12日の改正より、日中の運転が再開されている。普通2 2 5系5 1 0 0番台の、普通列車普通は、運行区間内のすべての駅に停車する列車である。日中時間帯は、天王寺駅、大鳥駅間で1時間に4本運転されている。この時間帯は、鶴岡駅と、上野芝駅で、関空快速、奇州寺快速、杉本町駅で、 区間快速の通過待ちを行う。朝晩は、熊取駅、ひねの駅、泉砂川駅、和歌山駅発着及び、木の国線ごぼう始発の設定がある。全列車2 2 3系0 2 5 0 0番台、2 2 5系、5000. 5 0 0 0 5 1 0 0番台で運転されている。国鉄時代のうち昭和40年代までは過ぎ、本町駅、大取駅、泉府中駅、 東岸和田駅、東貝塚駅、熊取駅、泉砂川駅など折り返しパターンが多彩であったが、昭和50年代になると、大取駅、東岸和田駅折り返しに集約され、姫野方面まで来る列車は朝晩のみであった。この当時は、区間快速が2011年3月12日以降と、同様に日中にも運転されており、普通の代わりに、大取駅、 東岸和田駅和歌山駅間の各駅の輸送を担っていたためである。この当時は天王寺駅和歌山駅間で各駅に停車する列車は1日に往復のみであった。1986年11月1日のダイヤ改正では区間快速が快速に格上げされた関係で日中時間帯の普通の運転系統が天王寺駅泉砂川駅。 和歌山駅間に延長された。1992年3月14日の改正で夕方の区間快速が快速になったため、この時間帯の普通も運転区間が延長された。2011年3月12日のダイヤ改正で日中の大鳥駅姫野駅間は区間快速が、姫野駅和歌山駅間は奇襲時快速がそれぞれ各駅に停車することとなった。 ため大鳥駅以南では、日中の運用が消滅した。過去には4度アシャの103系及び205系、3度アシャの113系及び223系2両編成を2本、連結した4両編成も使用された。毎年大晦日深夜から、翌年の元旦にかけては、普通のみ、天王寺駅、大鳥駅間で、終夜運転を行っていたが、2018年末を、もって、 取り止めとなり、2019年末は全線で終夜運転は行われないこととなった。なお、過去には2017年まで、天王寺駅発大取行駅最終列車を、ひねの駅まで延長運転にしたほか、大和寺線 JR 南波駅まで乗り入れていた時期も、あった。半和線の快速列車は、1958年10月1日に、 それまで特急と呼ばれていた列車を快速に名称を変更したのが最初である。当時は1時間に1本の運転で大鳥駅、紀中の島駅に全列車が、金岡駅、泉砂川駅に一部の列車が停車していた。また同日からそれまで急行電車と準急電車と別々に運転していたものを統合した上で直行に変更した種別も運転を開始した。 直行は1時間に2本の運転で、金岡駅、大鳥駅と泉府中駅東和歌山駅間の各駅に停車した。1968年10月1日のダイヤ改正で、直行が区間快速に名称を変更し、大鳥駅和歌山駅間を各駅に停車する、区間快速も運転されるようになった。1972年3月15日に、 半和線でも新快速が運転開始し、大鳥駅にのみ停車して、半和間の所要時間が戦前の超特急と同じレベルの45分で結ばれた。しかし、1977年3月15日に熊取駅と泉砂川駅が停車駅に追加され、1978年10月2日、改正で廃止された。同改正では、 帰省本線和歌山駅新宮駅間の電化が完成したことを受け、天王寺駅和歌山駅間の快速が1時間に2本とされた。1986年11月1日のダイヤ改正からは、天王寺駅熊取駅、姫野駅間運転の快速が1時間に2本、加わって、天王寺駅熊取駅、または、姫野駅間では1時間に4本の運転となった。 和歌山駅発着と帰省本線直通には1 1 3系が、熊取駅、姫野駅発着の快速には1 0 3系が充当された。1988年3月13日のダイヤ改正で、熊取駅和歌山駅間の各駅に停車する B 快速が、日中1時間に1本新設された。1989年3月11日のダイヤ改正で、 さらに快速が増発され、1時間に、天王寺駅和歌山駅間が3本と天王寺駅、姫野駅間が3本に揃えられ、天王寺駅基準で10分に1本の運転になった。関西国際空港開港に合わせた1994年9月4日、改正では、関空快速が新設された。従来の姫野発着の、快速を解消し、 関西空港線関西空港駅まで延長して大阪環状線及び大和寺線 JR 南波駅への乗り入れを開始した。続く1995年4月20日からは関空快速を速達化した関空特海、ウイングが運転を開始した。1999年5月10日改正では関空特海の廃止に変わって 奇襲時快速が新設され、おおむね2015年3月14日現在で運転されている列車種別が出揃うことになる。この1999年改正から三国川岡駅、金駅、六十国駅にすべての快速が停車するようになり、半和線では日中1時間あたり、関空快速、奇襲時快速が2本、単独の関空快速が1本、 の国線直通の快速が一本天王寺駅姫の駅間の快速が二本の運転となった天王寺駅構内の大和寺線との連絡線が複線立体交差化された2008年3月15日改正では関空快速の大和寺線 jr 南馬駅乗り入れが 開始され、日中の天王寺駅和歌山駅間の快速とともに、大阪環状線直通の関空快速、奇襲時快速に統合され、関空快速、奇襲時快速が、日中1時間に3本となった。また、大阪環状線内で、各駅に停車する直通快速も朝ラッシュ上りに、運転が開始された。2011年3月12日改正では、日中に、 区間快速が設定され、関空快速、奇襲時快速が4本、天王寺駅ひねの駅間の区間快速が4本となった。列車種別の変遷ここでは1944年の国有化以降の運行状況を記述する。半和電気鉄道時代の列車については以下を参照のこと。料金不要の特急、急行、準急半和線では、 戦時中の私鉄編入路線の流れで、事故の有料準急、木の国が登場する1958年まで、追加料金不要の速達電車を、特急、急行、準急と称していた。特急は1950年に設定され、当初は途中ノンストップであったが、1951年には、木中の島駅に、 1952年には、大鳥駅と泉砂川駅に停車するようになった。当初は52系、後に70系が使用された。1958年に快速に解消された。休行は1949年に設定され、金岡駅、大鳥駅、泉府中駅、東岸和田駅、泉砂川駅、紀中の島駅に停車していた。 準急は1946年に設定され、金岡駅と大鳥駅以南の各駅に停車していた。1958年に急行と準急が統合され、直行に解消された。急行特急、アスカ1965年から1967年に、名古屋駅東和歌山駅間を半和貨物線経由で運行された機動車特急。新快速間空特。 海ウィングは、ムアライナー381系による、ハンアライナー国鉄時代の1984年9月1日から、天王寺駅ひねの駅間で運転を開始した、ホームライナー泉が、全身で、特急、黒潮で運用された列車が、ひねの電車区にいるするための回送列車を、座席整理券を要する座席定員制の列車として、客扱いしたもので、関西における、 ホームライナーは、これが最初であり、下り列車が2本設定された。1986年11月1日のダイヤ改正で、運転区間が和歌山駅まで延長され、名称も、半は、ライナーに変更されたが、2000年代以降の特急格上げなどによって、次第に本数を減らし、2011年3月12日のダイヤ改正で、すべて廃止された。 停車駅は、天王寺駅、大鳥駅、泉府中駅、東岸和田駅、熊取駅、泉砂川駅、和歌山駅。以前は平日で1日上り3本、下り6本が運転されていたが、2002年3月23日の、ダイヤ改正で折り1本が新大阪発、ひいた鍋駅の特急、黒潮に、2004年10月16日のダイヤ改正で、 一往復が新大阪駅和歌山駅間の特急、スーパー黒潮に変更され、上り2本、折り4本となっていた。2009年3月14日のダイヤ改正で、土曜、休日ダイヤの運転が廃止され、同年の6月1日より、全面禁煙になった。2010年3月13日に行われた、ダイヤ改正では、和歌山駅の下り列車は夜に4本、 天王寺駅の上り列車は朝に3本運行される形をとっていた。車両は基本的にはリニューアルが行われていない国鉄色の381系電車が使われていた。特急運用の間合いや車両の都合で黒潮用またはスーパー黒潮用のものが用いられる場合もあり、この場合1号車のグリーン車は普通車扱いとしていた。かつては 車内販売も行っていた。土曜、休日ダイヤでは、熊取駅で特急、遥かに追い抜かれる列車や、東岸和田駅で特急、黒潮に追い抜かれる列車もあった。また、ダイヤの大幅乱れが発生した際には、座席整理券不要で乗車できるケースがあった。B 快速 B 快速は、天王寺駅熊取駅間の快速停車駅と、 熊取駅和歌山駅間の各駅に停車していた列車である。1988年3月13日のダイヤ改正で新設され、当初は日中にも1時間に1本運転されていた。しかし、1989年3月11日のダイヤ改正で日中の列車が廃止されると、以後は増減を繰り返しつつ、少数が運行されるのみになる。基本的に、 天王寺駅和歌山駅間での運転であったが、大阪環状線、梅田貨物線経由の新大阪駅や、木の国線すさみ発の列車も設定されていた。2018年3月17日のダイヤ改正にて、早朝の和歌山発新大阪駅の B 快速は、増発される特急、黒潮に置き換えられる形で廃止され、阪和線天王寺発着列車も種別が変更された。 たため b 快速の名称は廃止となった現在、半和線天皇寺発着で、ひねの南の各駅に停車する和歌山方面の、快速列車は、奇襲時快速として運行されている。廃止直前には全列車が223系0.2500番台、225系5000.5100番台で運転されていた。8両編成で運転される列車も設定されていたが、 ひねの駅和歌山駅間は、ホーム有効庁の関係から4両編成で運転され、ひねの駅で増解決を行っていた。2011年3月12日のダイヤ改正時点では、夜間の上り1本は103系、または205系1000番台の4両編成で運転されていた。早朝の和歌山発新大阪駅は2011年12月10日まで113系、 電車4両編成で運転されていた。なお、半和線内の路線図に B 快速の案内はなく、時刻表には B 快速であっても、快速と同じ表記になっていた。列車内で警出及び JR を出かけ、ネットで提供されている停車駅案内や JTB 時刻表では B 快速とは案内されておらず、単なる快速の停車駅違いの扱いであった。 大阪環状線内では単に快速として案内されていた。全列車がワンマン運転を行い、14から20分間隔でこの区間を折り返し運転している。車両は2018年3月17日のダイヤ改正から 225K5100 番台が使用されている。それまでは専用の1 0 3系3両編成を交代制で2編成使用していた。 運行距離は 1.7km で、これは JR 旅客6社で、最も運転区間が短い営業列車の一つでも、ある。なお、羽衣線については、大晦日の終夜運転は行われていない。車内及び、駅の案内では、羽衣線と呼称されることはなく、大鳥駅での乗り換え案内では、東羽衣方面、南海羽衣駅での乗り換え案内では、 JR 大鳥駅と案内されている。2021年3月のダイヤ改正前まで、長らく近畿地方の都市間鉄道路線では、珍しい曜日に関係なく同じダイヤで運行されていたが、同改正からは平日と、と休日で別ダイヤとなっている。天王寺駅和歌山駅間では、平日、休日にかかわらず、毎日、 始発から終電まで6両編成の225系による普通、区間快速の3号車に女性専用車が設定されている。乗車位置には女性専用車の案内が表示されている。なお、ダイヤが乱れた際は女性専用車の設定が解除されることがある。半和線では2004年10月18日から女性専用車を導入し、 始発から9時と17時から21時まで設定されていたが、2011年4月18日からは平日、休日にかかわらず、毎日、始発から終電まで、女性専用車が設定されるようになった。全列車が、VVVF インバータ制御の電車で運転されており、2 8 9系以外は、スイタ総合車両所ひねの支所、2 8 9系は、 同総合車両所京都市所に配置されている。快速、普通列車用車両はすべてクロスシートトイレ付きの車両となっている。特急列車快速、普通列車電車機動車電気機関車半和線では、天王寺駅、大鳥駅間の複々線化が1958年3月に提出された都市交通審議会の大阪市及びその周辺における 都市交通についての答申で、1975年を目標年度として整備すべき路線に盛り込まれたが、具体化されることはなかった。大阪市内区間の内半は電鉄開業以前から、走っていた、近鉄南大阪線と南海平野線との立体交差はもともと必要だった。ため、天王寺駅から美少園駅、南田変換の阪神高速との交差部付近までは、 開業当初から高架化されていた。しかし、阪神高速交差部付近、杉本町駅北側間は長らく地平を走っていて、この区間には12カ所の踏切があった。そのうち平ずの踏切が11カ所、全国の平ずの踏切のワースト10の3カ所の踏切が含まれており、重大な踏切障害事故や主要幹線道路を中心に、 慢性的な渋滞が発生していた。このため、連続立体交差事業により、約 4.9km の高架化工事が1983年度から実施され、2004年10月16日に、上り線が、2006年5月21日に、美少園駅、杉本町駅間の下り線が高架化された。高架化にあたっては、 阪神高速が計画していた大阪仙北線と一体的に整備し2階を阪和線3階を阪神高速とした3階建ての高架橋を建設する予定であった。しかし、阪神淡路大震災での高架橋の倒壊で沿線住民から耐震性を不安視されたため3階建ての計画を見直して阪神高速は地下化を検討して 安和線だけの2階建てで先行して建設が進められていた。3階建て高架橋は2003年3月に正式に建設中予され、その後高速道路自体の建設が中止された。2015年3月現在、地上線として残っている大阪市内区間は杉本町駅北側から杉本町駅先行駅間の大和川橋梁までである。 杉本町駅周辺には住宅街が広がっているほか、大阪市立大学が阪和線に隣接しており、2008年度の1日平均乗車人員は9079人である。しかし、JR 阪和線連続立体交差事業では杉、本町駅前後も高架化されることなく地上線として残されたままであり、改札口が西側にしかない上道駅前後には、 開かずの踏切があり、踏切事故が多発していたため、地域住民や大阪市、JR 西日本の3社により、解決策が模索されていたが、改札口がなかった東側にも、改札口を設置することとなり、2012年3月11日から、使用が開始された。また、阪和線では、JR 西日本が2013年に発表した、 安全行動計画2017に掲げられた輸送障害半減などの目標に向けての取り組みが行われている。半和線では関西空港線開業を機に列車本数が増加することから1993年7月から半和線運行管理システムが導入されていたが老朽化が進んでいたことから2013年9月28日にシステムの更新が行われた。 この更新により、操作性と応答性が向上されるためダイヤが乱れた、際に早期に正常ダイヤに戻ることが可能とされると、ともに、発射表の増設や遅れ表示ができる機能を持たせる、ことにより旅客案内機能を拡充させている。運行管理システムの更新に合わせて、踏切の長時間明動対策も実施された。 輸送障害発生時には、駅で長時間抑止することにより踏切が長時間動作し、踏切非常ボタンの取り扱いや踏切の無防横断により本来の事象以上に列車の遅延が発生することがある。これにより、踏切が通行できなくなるのを解消するために、阿安彦町駅姫野駅間で大阪総合指令所から信号の源時が制御できるように停車浄化されている。 なお、東岸和大駅付近は2016年度内に高架化されるため、この対策は行われない。折り返し設備の拡充、新設も行われている。大鳥駅では折り返し設備の拡充と新設、熊取駅、東貝塚駅で折り返し設備が新設された。大鳥駅では、天王寺方面からの折り返しは1ルートであったが3ルートにするとともに、 和歌山方面からは新たに折り返しができるように改良されている。大鳥駅熊取駅間で輸送障害が発生した場合でも運転見合わせ区間が大鳥駅熊取駅間の最小限にすることが可能になり早期に通常ダイヤに戻ることができると見込まれている。京阪電気鉄道や大阪商船などが出資の阪和電気鉄道により南海鉄道の保有する。 南海本線で独占されていた、半和間の輸送に切り込むため建設された。そのため、半和と南海の間ではしばらく激しい乗客、獲得競争が繰り広げられたが、1940年に、半和は南海に合併されて、同社の山手線となり、さらに1944年に、半和間の直通路線を有していなかった国鉄に、戦時買収され、繁華線となった。 半和電気鉄道の項目も参照のこと。なお、東羽衣への支線は、浜寺に存在した海水浴場への輸送が大きな目的となって建設された。半和電気鉄道時代1945年2月14日の空襲の高架線の被害。ありがとうございます。